Hello Rico. Hi. ここが宿ですね。今日から2日間泊まる。旅について少し軽く振り返っていきたいと思います。で今回そのジョーダンっていうサーフフォトグラファーの人がそのインスタグラムでよくある なんて言うんだろう質問コーナーっていうのかな、前回のスエルを狙いながら どっか行かないかみたいなことを応募みたいなのをしていて、でアライアのオーナーである夏子さんに「こういうのあるけどどうする?」って言われて、で実際に僕もまあ、今いるとこじゃなくてもっとそのインドネシアの違う島にも行ってみたいと思って、でその人にまずメッセージしたのが最初ですね。でそっからメッセージをしてって、こういうとこに行くけどどうするみたいな感じで話し合ってって、あじゃあ行きますって言ってメッセージをして、どんどん話が進んで今回のトリップが決まった感じです。で僕がいるとこからクリーンブッシュってとこなんですけど、まず僕はパダルっていう西スマトラの
大きいシティの方に行かないといけなくて、そこにまず行って、で一泊して、でまた次の日のヘフェリーで、あのシカカップっていうまた違う港に行ってって感じで、あの移動したんですけど、ここあのどんぐらい乗ってたんだろう船の上に。多分行きで。10時間ぐらいですかね、多分10時間ぐらい乗ってました。で、初日、2日目の朝一、サーフポイントをチェックしに行った時に誰もいなくて、で、波は実際にかなりでかくて、で、自分たちが狙っていた波がボコボコ来てて、うわ、これはやばいって言って、もう一人ロシアのサーファーと僕で入ってたんですけど、その時海は結構荒れてて、で初めてやるサーフポイントってやっぱり結構緊張するじゃないですか。あのゆっくりインサイドの方に座って波を見ながら、うわあのポジションをつかみながら、あの何本か乗れて、で本当にめちゃくちゃいい時間は30分だけで、でまた予報通り風が来ちゃったんですけどって感じで1日目は終わっちゃいましたね。で2日目はもうめちゃくちゃなあの風も良くて、で結構人は混んでたんですけど、あの波のクオリティは1日目より良くて、で自分、初日に、やってたんで、大体ポジションとかもちょっと分かってたから、あ、今日こそはちょっと決めたいなと思って、あの波待ちしてちょっと人が乗ってって待ってで乗れてって感じで、あの映像にも映ってると思うんですけど、で自分1本あの映像の2本目かな2本目かな3本目の波で、あのチューブ入った瞬間に、あの結構見た目より早いんですよ波が。でこうパンプしてたんですけど、あの間に合わなくて、あの吹っ飛ばされた時に、あの多分板が変なとこにリップ当たって、あの板ポキンって折れちゃったんですよね。で2日目も無事にセッションを終えて帰ってこれました。はい。で帰りはもうやばかったですね。あのオーバーナイトって夜中の12時ぐらいに出るフェリーで、あの帰ってきたんですけど、自分5時間ぐらいで着くのかなと思ったら、あの船めちゃくちゃ遅くて、こんな感じかな。で、で、あの着いたのが次の日の、夕方の5時ぐらいで、合計多分14時間くらい船の上にいて、もう本当にちょっときつかったっすね、それは。はい、多分このトリップで一番のあの悪い思い出じゃないかでしただけどこのトリップは本当に自分にとって思い出に残るトリップだったし、あの今後にもつながる経験だったと思います。はい本当に今回あのこのような機会をくれたアライアメンタワーの皆さんと、僕をサポートしてくださるスポンサーの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。次の動画でまたお会いしましょう。